回振り返るゲストですね、はい、以前ご出演いただきました沖縄名護市に住まれて2022年統一地方選挙で名護市議会議員選挙に参政党公認で出馬された野葉由美さんを振り返っていきたいと思います。まずですね、アンケートの3つのポイントというところから、言わせていただきます。まず1つ目に沖縄移住、2つ目に出産、3つ目に参政党、この3つがポイントとして挙げられました。それをまとめたラベリングとしてみんなの喜びを笑顔で導く、スマイルリーダーなんじゃないかというふうに思いました。その理由としては野葉由美さんは沖縄の名護市で母として子育てを行いながら参政党員としてみんなが豊かで笑顔で暮らせる社会の実現のため活動されています。そんな由美さんの思いの一つに意見の違いで差別や争いをなくしたいというものがあります。そこにはお互いを尊重し調和する世界を実現する、こういう思いが込められているそうです。そんな思いを持ち活動される由美さん、まさにみんなの喜びを笑顔で導くスマイルリーダーなんじゃないかというふうに感じました。これ全体の番組を通していっちゃんどういうふうに感じましたか？野葉さんは。野葉さんは普通の、本当に同じような主婦なんですけど、この主婦子育てとかしながら、普段なんか疑問に思ったことで、なんか自分だったら疑問に思っても、結構日頃の忙しさでスルーしてしまったりするんですけど、この疑問をなんかずっと抱えてて、それを解決、でもね一気に言っちゃった、なんかずっと考えてて行動に起こした人っていうのがすごいなんか、同じ立場から声を出した人っていうので、すごいなって本当思いました。本当にそうですよね。本当にこの、出馬ということではあるんですけど、選挙に出馬ということであるんですけども、本当に一般人、一般のお母さん、普通の母という立場から、本当に今いっちゃんが言ったように、本当に子供、出産を機に、自分の子供が関わる周りの状況、食であったり、医療であったりというふうにおっしゃっていましたけども、それだけじゃないですね。どういう情報に触れてるのかとか、そういったところでやっぱり本当にそれって当たってるんだろうかとか、その辺をね、本当に自分で調べるようになったっていう、しかもそれを、これ選挙に一歩踏み出すというところがね、やっぱ本当に番組の中でも言ったんですけど、覚悟しか感じないという。すごいですよね。そんなですね、由美さんのこの、人生活動理念なんですけども、おっしゃっていたのはですね、みんなで共に学び、思考停止せずに生きる、子供たちの心と体を守る、沖縄の琉球の間からの歴史を学び、日本との分断を止める、そういったことなんですというふうにおっしゃっていたんですよね。本当にこのみんなで共に学び、思考停止せずに生きるっていうところは、本当にちょっと、言葉としてはちょっと強く感じちゃうんですけど、実際はこの思考停止って言葉は、自動的になりすぎないで、本当に自分に、降りかかったというか、自分が知った情報をしっかり一度立ち止まって、自分に本当にこの情報ってどうなんだろうという、一回調べる、その過程をちゃんと作りませんかという、そういったことを多分言いたかったんですよね。でさらに子どもたちの心と体を守るっていうのは、本当にその食品、あとその薬、過剰になってないですか、本当にその食材大丈夫なんですか、それのアンチテーゼじゃないですけど、そういったこと、からまた体っていうのもね、身体って書いてるんですよ。一文字の体じゃなくて、これ何を表してるかというと、一文字の体っていう文字は、今普通に体っていうことだけなんですけど、二文字の身体っていう文字で体って書くと、あれ心も込められてるんですよ。なので本当に心と体を守りたいんだっていうところが、この部分にもなんか意気込み感じるなと思うんですけども、あとは沖縄の琉球の間からの歴史を学び、分断を止めるっていうところは、実際これ実体験、自分の原体験から沖縄に移住されて、もう本当にこの自分が、県外から見てた沖縄のイメージと実際住んだ時に、むちゃくちゃ受け入れられてない私みたいな、そこのショックがあまりにも大きくて、そこで実際今まで歴史なんて1ミリも興味なかったのに、そこからこの琉球とか沖縄の過去って何があったんだろうっていう歴史を知る動きに変わって、ああ、こういうこと抱えてたんだ、この方たち。うんうん、なるほどねと。でも実際それってすごいちょっと歪んでないみたいな。うんまあ、そういう本当の歴史、ちゃんとした歴史っていうのをいろいろ調べていくと、うん、なんか実態を知っていって、うんまあ、それってすごいなんか喧嘩し合うような、お互いに、私も違う歴史観持ってたし、うん、うわ、これちゃんとお互いにちゃんと調子した情報知らなきゃ、なんかただただ喧嘩しちゃうよね、悪いイメージになっちゃうよね、うん、それ止めたいんですって話だったんですよね。うん、でもそれってなんか全て多分大事だなっていう、ね、生きていく上でね。なんかそれ聞いていっちゃんどう感じました？うん、なんか否定するのは本当簡単で、うん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 、だけど否定する前になぜ相手が自分と違う意見を言ってるか、うん、なんでその考えに至ったかっていうのを知ることで、うん、また違う自分の考えと違うことを見ることができるから、うん、なんかイエスノーとかでもなく、丸×でもなく、うん、なんかもっと違うことが見えてきて、うん、お互いがそうだと、うん、なんか認め合いやすいなって思ってて、うん、でそれをなんか生かしてる、うん、そんな形でやっていきたい感じが伝わっていたので、うん、なんか、うん、すごい、ね、すごい全部大事で、であと一個やっぱポイントになるのは、うん、その今この協調、うん、そこのところでやっぱりなかなか今の時代感っていうのは、うん、いろんな問題になる。やっぱ同調圧力という言葉は最近出て久しいですけど、うん、これって、うん、実はこの、まあ、なんだろうな、良くも悪くもだけど、このテスト制度も、うん、なんか問題が根付いていて、うん、なんかその丸×で決めて、うん、その加点制度になってるでしょ、うん、まあ正解を決めていって、うん、正解したら、うん、いい評価、うん、間違ったらダメ、うん、だから人の意見、自分と違うっていうところが受け入れにくい、なんかその思考回路にやっぱなってしまう。でも本当はそのさいっちゃんが言ったように、違うということがなぜ違うのかっていう考える本当はきっかけを与えてるのかもしれないし、物事って一つだけど実は一つではないという見方、本当切り口をいろいろ変えてみると、あ、確かにそれってそうだよねって考えるきっかけに、それって知見が深まることになるので、それって本当はね、今ほら SDGs って言ってるけども、まさに本当そうで、多様性本当それだけど実際はなかなか難しい、なんかあれもそう思った、LGBT も、性のいろんな種類があるって認め合おうって言っている割には、考え方にすごい絶対ダメとかいいとかっていうなんか分けてる感じがあるから、なんでそこはそうなのかなっていうのもあったりするから、うん、だからそこがなんかね、そのまあユミさんの話に戻ると、なんかその結局まあ彼女は参政党の党員ではあるんですけども、うん、そこで、なんか一方的な情報で、なんかダメでしょその党とか、多分そういうことじゃなくて、今の、ね、まさに、なんだろう、うん、相手を認めるって話と多分つながってきて、いいか悪いかではなく、本当に彼らが何を考えているのか、これは別に賛成と限った話じゃなくて、別の党、別の議員、ね、これは、自分の友達、知り合い、全てに言えることですよね、なんでそういうことを言ってるのかっていうのを、人が評価したことを聞いて全部それ鵜呑みにするんではなく、ちゃんと自分で一回調べて批判するんだったらね、その評価するんだったら実際自分で調べた方が、っていうのはやっぱりずっと、野原も言ってたことで、やっぱ一番大事だし、やっぱそれで例えば自分がそういう考え方、やり方しちゃうと、それを見てる子供たちとかやっぱり同じような考え方になってしまって、結局いじめにつながったりとか、ちょっと話が散らかっていってしまうんですけど、でもそういうなんか悪循環生まれますよね。なんかその今後の活動もなんかいろいろね、地域活動、いろいろやっぱ精力的にやって、本当に地域のためにもういろんな精力的にやっていきたいんですっていう最後ね、番組終わってやっぱ言っていたので、これ本当賛成党だからとかじゃなくて、野原さんをやっぱ我々もできる限りやっぱ応援したいなと思うし、なんか本当一人一人なんかいろんなまたもっとなんていうのかな、人を受け入れるような土壌っていうのがもっともっとね、なんか広がっていくといいなと、もう我々も含めてね、なりたいなと思いますよね。はい、というところでも今回ですね、振り返っていったのはですね、沖縄県名護市で2022年統一地方選挙で、名護市議会議員選挙に参政党公認で出馬された野葉由美さんを振り返ってきました。以上になります。はい。野葉由美さんへのお問い合わせは、インスタグラムで、ひらがなで、野葉由美で検索するとご覧になれます。メールアドレスは、yumi.korishima@gmail.com になります。概要欄からもご確認ください。本日は以上になります。See you!